はい、お疲れ様で、ございます。野田越先生ごと、いや違う、野ぶっち少佐だ。少佐でいいのかな、よくわかんない、軍曹わかんないけど、今回はバトルフィールド1943。はい、前々からね、何カモさんっていうフレンドがいるんだけど、すすめで、何やってたんですよね。やってたっていうか、まあ何回かしかやってないんだけど、久しぶりにね、このバトルフィールドっていうのをやってみたいと思います。バトルフィールド系はね、3をちょろっとね、たくみくんやったぐらいで、これ誰かの声に似てるんですよね、ほんまに。あれだよね、ブラックマヨネーズ。あー、あっちですね。そう、そうです。吉田。どうかしてるぜ。コンクエストじゃないな、何だったかな。二人でやる、なんか遊べるモードですね。うん。で、あと何？これか。1943。バトルフィールド1943ぐらいしかやったことないですね。バトルフィールド4もね、やったこと一応あるんですよ。舞台に参加、バッチね、OK。4もやったことあるんですけど、自分のフレンドに、何でもいいんだけど、まあ、とりあえず、ライフルヘリっていうか、FPS をこよなく愛して、なんて言うんだろうな、もう環境を整えまくってるやつ。うん。もうその、インターネットの、回線を、普通マンションタイプとかでするじゃん。それを一戸建てタイプとかね。一戸建てタイプだね。あれ俺なんか違うとこ行ってない、こっちか。全く違うとこ走って行ってんだね、俺。うん。よくわかんないけどね。何か乗って行った方がいいと思うんだけども。うん。で、その回線もすごいんですよ。もうね、なんか検査するやつがあるんですけど、なんかドラゴン級とかね。回線ソフトが。すごいですよ。あ、いいのね。向こうにいるからこれ無理だな。敵はどこかにいるんじゃないかって思ったんだけども、いなかったっていうね、感じでございますが。で、最初の時にね、遊ばしてもらったらね、もうすごいですよ。もうね、あれですよ、モニターとかね、飯山電球 LG ですかね、っていうメーカーのモニター。もう LG のモニターなんかすごいなんか幅の広い。こんな必要ねえんじゃねえかっていうぐらいの、でかいやつ買ってたりとか、あと すべての環境を整えてるって感じですね。なんか撃たれたね、俺。どこから撃たれたのかな、よくわかんないよ。わかんない状況でございますが、まあこれ始まったばっかりなんだよな、多分これね。よくわかんない状況ですね。敵はいないのかいってね。せっかくゲームしに来たんだから、敵と出会ってね、交戦したいんだけどっていうね、感じでございますが、あ、向こうにいますね。うん。ちょっと待ってね。オッケーオッケー。あ、やばい、これどっから撃たれてるの、これ。わかんないよ。わかんないからちょっと隠れるよってね。リロードは終わってるのかな、終わってないね。で、多分ね、相当、あ、ファッ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 。あ、敵いないんだね。あー、そうなんだ。まあよくわかってないんですけども、まったり続けていきたいなと思っております。次はね、歩兵というものを使っていきたいかな。うん。上飛んでるのはあれ敵だよね、わかんないけど。味方の、あ、いた、これ。うまっ。いや、ていうか俺もあれだよね、接敵距離を考えてないね。ちょっとわかんないかな。接敵距離っていうのは有利不利で撃ってないねっていうね、感じでございますけども、いきなり敵がいるってね、感じで。なんかいきなりびっくりしたね。なんか敵も味方もそこにいたんね。ごめんなさいね。リスした、ゲームのことがね、悪いんですよっていうね。ゲームの方が悪いんですよっていうね。俺何の話したんですか？そうね、もうね、FPS 中毒って言っていいぐらいのやつの話ですね。もうほんとすごいですよ。もうね。うん。で、そこでね、ゴーストとかね、FPS ゲームさせてもらうと、もう成績とかね、やっぱ違うね。うん。俺もね、最近、なんかこう、いたよ。オッケー、もう一人いた。その前に倒して行きたかったけども、危ない。あ、これ武器拾えるんだ。あ、ちょ、ビビった。
あれ武器は、お、なんか、え、なに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 なあれ、あ、よくわかんない、よくわかんない、あれ、あれ、あれ敵だの、敵じゃねえかっていうね、味方、味方味方何してたんだって目の前にいたじゃねえかって、全拠点取ってるよっていうね、あ、そんなことはないね、嘘ばっかりっていうか、感度が遅いよっていうね、話でございますけども、うん、いやー、でもあれですね、ほんとそのモニターのね、購入はほんと考えてますよ、うん、ゲーミングパソコンみたいなノリでね、オッケーオッケーオッケー、怖い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 、なんか意外に役に立ってるんじゃないかっていうね、まるで拾うんじゃないかっていうね、なんだ、あ、オッケーオッケー、で、向こう取られてるけども、味方がそっち行ってるから俺こっち側に行こうかな、うん、こっち側ってあそこね、次なんか死んだら SR ですね、死んだらって言ってダメだよ、みんな使っちゃうとね、うん、俺言ってるけどね、うん、次SR 使ってみたいですね、うん、いやー懐かしい、これもね何ヶ月か前に買ったぐらいの話なんですよね、あそこ敵いるけど、あーやばいなこれ、こうなんか、うわ、いやこれ絶対引き越さされるパチンじゃないか、これそんなことないか、え、ちょっと待って、あれ、あ、違う、これどうやって投げるんだって、これえ、よくわかんない、どう敵は近くにいるんだけども、これね、俺バレてるのかな、バレてないのかな、よくわかんないなって、すごい、なんかもしかして俺回線無双とかなんかそっち系なんじゃないの、よくわかんないけどね、いや、やべ、俺弾ないんじゃん、これ、あ、よくよく考えたら弾ないじゃんっていうね、よくわかんないけどとりあえず投げとけっていうね、もうないのかいっていう、あ、弾あるんじゃん、え、あるじゃん、びっくりするわね、よくわかんないんですけども、命を大事にしていきたいなと思っております、やっぱバトルフィールド試合展開だけ、いや、やめてっていうね、試合展開的に滝にってなんだろうね、長いよね、自分のねよく知る実況者さんとかバトルフィールド4とかやってるんだけど、まあ、名前出したらちょっとね、まあね、確認も取ってないので伏せときますけども、すごいね賑やかにね、ゲームされてるんですよ、バトルフィールド4ね、いやでもなんかこう、まあ、賑やかって言っちゃったらもうあの人のことでしょってすぐバレちゃそうなんだけど、まあそこはねあの人で、うん、いやすごいね楽しそうにゲームをプレイされてますよ、いるね、こっちいる、あれ絶対無理だよね、敵自体見えないもんね、倒されたかな今、あ、よかった、よろしく、俺も入るよ、え、これどっちだろう、あ、これね、よくわかんないけど、よくわかんないけども来てるね、ナイス仲間、どこにいる、よくわかんないね、とりあえずこの人ね、これもう終わったのかな、どうなんだろうな、あ、もう終わってるじゃんっていうね、マップをねどうしてもね左上を見るね癖がねやっぱあるんで、なんかこっちいなかったのかな、気のせいかな、赤い表示がちょろっとなんかこう、あ、ごめん、俺も登場させて、ありがとう、すごい楽です、うん、俺ね何バトルフィールド4ね本当は何、なんて言うんだろう、やりたいなとかね、考えてたりもするんだ、いたら今いなかったって敵がいたりね、向こういるよ、オッケー倒した、え、もう、え、乗り捨てちゃった感じ、これは、ちょっとこれどうやって降りるのかな、あ、降りた、向こうにいるんだけど、あ、やばいな、これ、ちょっと待って、よし、これで、ちょっと待って、なんか違うことしてる、あ、なんかすごい回復するんだね、これ、死ぬ、体力回復を待つ、死にたくない、俺は死にたくない、おーすごい、あ、おっと、乗り込むの、俺も乗せて、あれ一人用かな、よく分かってないけど、怖い、味方だよね、いや一瞬ね、そのね ID がねずれてるからとね、 ID がずれずれになってるからね、っていうかもう敵探すのがあれだよね、ちょっと大変だよって、こっちにいるねっていうね、上にいたね、まあよく分かりませんけども、うん、ね、我流の持ち方でね、頑張って、今回でもね、何、
タクティカル反転ではないから、ちょっとすごくちょっと楽しておりますよ、私。いつもの我流の方でやってるから。いやー、でもね、我流モンハン持ちは、時間ほんとかかったね。やべ。お、気づいてないじゃんっていうね。やべ、気づかれてたっていうね。いやー、惜しかったなー。ちゃんとしてればねー。いやー、っていうか俺なんか知らないけど、初めてなんかあれだよ、4位に入れてよ。なんかわかんないからね。お、スナイパー使いましょうね。うん。どんな感じだったかなっていうね。いや、そこに敵がいい。いや、厳しいね。あれ、車乗ってるでしょ。やっぱ、やり方がやっぱ違うのでね。ちょっと不慣れではございますが、あ、そうか、バトルフィールド4の話してたんだよね。このゲームしてるのにかかわらずっていう。どこだなっていうね。後ろにいたのかいっていうね。よくわかんない状況でございますけども。スナイパーライフルで1キロはしたいなと思っております。いや、1位の人やっぱ上手いね。やっぱ15キロとかあるかしてるからね。敵をね、やっぱ遠い位置でね、索敵できてるかどうかにかかってくると思うんでね。いや、無理か。いやぁ、待って、今これアサルトライフルで撃たれてる。あなたいいとこポジション取ってるね。いやぁ、無理か、遠い。いや無理だね、これ。むずっ。いや、久しぶりにこれ作ったけど、あ、何してんの？俺もちょっと一緒にさせてって。感じでございますけど、まあ、敵がいないよね。超ガンミスナイパーね。これで QS とかできないよっていうかね。慣れてないからねっていうね。いやー、でもなんかこうやっていきたいっすな、これね。これジャンプ打ちとかできるかな？あ、できるみたいな。クイックドローとかなんかすごいぬる、ぬるっていう感じのね。ぬるぬるっていう感じで、おー、ビビった敵じゃねえかよ、敵じゃないよって、ね。味方じゃねえかよっていう感じでございますけども。いないのかな？どうなんだいっていうかね、新しい拠点の方に行ったんだ。いや、よくわかんない表現になっておりますけども、いや、ちょっと待ってね。もしかしたらね、まあ来月、早くて来月か再来月ね、BF4 をね、やっていきたいなと思ってるんですよ。何やっぱなんて言うんだろうな。ちょっと遊んでみたいかな。まあ動画にするかどうかは、ね、よくわかんないとこですけども、あと何まあ全然違うゲーム性になるけど、GTA5 とかね。グラセフの方に今いたね。あれ違うのかな。あれ違うのか。もうほんとすごい敵じゃないなっていうね。よくわかんない感じでございますけども、あれ敵に見えたよね。今制圧30もう取れてるね。よくわかってないっていうね。わかんないけど、いやー、なんかスナイパーで1キルはしたいな。華麗にね、華麗臭が漂ってるのね。親父が、華麗に決めるよってね。もう親父だよねって、ダメか。このコッキングがもどかしいっていうね。ダメか。今のダメなんだな。弾道が下がるとかあるのかな？どうなんだいって言った。今上にいなかった。いやー、わかんねえな。どこにいるのかなっていうね。感じでございますけども、いたね。今、いたね。向こうの山、あ、いたね。今、いた。いやー、ヘタッキーなー。やべ、いたね。オッケー。やべ。おー、ナイスだ、仲間。ありがとうございます。超嬉しいです。いやー、助かった。仲間完璧。仲間が完璧、超人人間っていうね。よくわからないことを言っていくスタイル。いやー、やっぱ構成になるとやっぱ息飲んじゃうね。やっぱ慣れてない武器だとそうかな。これがなんかね、やべ。あれ？敵だよね。あなた、私のこと味方だと思ってるでしょ。ちょっと待って、じゃあ華麗に決めていくスタイル。ああ、間に合わない。こういうのかっこよく決めたいんだけど無理だってねっていうね。いやー、むずい。ちょっと待って。ダメか。いやー、これ、バトルフィールド、1キロ予算で。
やってる人ってすごいね、あ、やっぱラグじゃないよね、多分弾道から着弾までの時間ってやっぱあるんだね、そういうのって。え、どこどこどこ、ない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 、どっかが音がしてるよ、俺かな、俺撃たれてるのかな、どういうことなんだい、よくわかんないよっていう、ね、感じでございますけども、今バトルフィールド1943実況してる人とかいるのかな、よくわかんないんだけど、あ、ファ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 、どっかから狙われてるよっていうね、感じでございます。いや、やっぱ SR が面白いね、やっぱ難しい武器っていうか、なんか挑戦したくなるね、うん、じゃあ次はまたアサルトライフルね、アサルトライフルを使っていきたいなと思います。うん、どこだろう、どこだろう、まあでも動画時間的には結構長くなるのかな、どうなんだろう。皆さんね、ちょっとね、聞きたいことがあるんですよね、俺って。何、時間的にどれぐらいの時間がベストなのっていうね、アベレージね。いや、面白い動画だったらいつまでも見てられるよとかね、いや、それはわかるんだけども、なんて言うんだろう、時間的に、平均して、まあアベレージと変わんねえじゃねえか。いやー、もう、このなんかカチャンって撮る、この、古臭い感じがやっぱいいよね。うん。OK。いや、かっこええ今になって。ね、今になって思うけど、このリロードがやっぱね、銃はかっこいいんだよ。うん。なんか、リロール、開けたらかっこいいよ。ダメか。やべ、狙われてんな、これ。ズサーってできない。あ、向こうにいるね。OK。いやー、でもほんとあれだな。さっき一番最初の話に戻るけど、いや、これは無理だ。いや、くそ、当たんねえか。これ当たんないのかな。よしよし、ゆっくりリロードして、あ、ナイスだ、仲間ナイス。で、ちょっと拠点取りいきましょうかね、せっかくなんで。で、さっきの FPS でやっぱちょっとモニターとか、あと回線をね、ちょっとね、変えようと思ってるんですよね。マンションタイプからなんかそういうことを意識しだすと、なんかこう少しでもなんかこう、そういうところをね、やってみたいなっていうね、やっぱ気持ちはわかりますね。あ、終わった。私、拠点はそんなに取れなかったのかな、よくわかりませんけども、レベルが低いにしてみればよかったんじゃないかなと思っております。うん、よくわかんない会話して申し訳ございません。今回はキル11250何歩ぐらいのスカーでした。これもね、よく分かっておりません。うん。それでは、のどごし先生こと、のぶちが、バトルフィールド1943をプレイさせていただきました。お疲れ様で、ございます。ご視聴ありがとうございやした。はい、失礼しました。はい、お疲れ様でございます。のどごし先生こと野口です。今回は自分のチャンネルの紹介をさせていただきたいなと思います。それでは皆様、いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ、いってらっしゃいませ。どうぞ。身の安全を図るんで、はい、超怖。ちょっと待って。OK 倒したな。やべ、 B 入ってるよ、 B 入ってる。あー、グイ、これ。 OK 倒した、ナイス。 OK 倒した。で、打ってリロードしてタクティカル投げて打つのがタクティカルキャンセル。ワッチ、何を言い出すんだ、そうって。お、なに、これ、おー、なに、面白いと思ったらチャンネル登録してくれると嬉しいです。